はい、フリーバトルでマッチングチームもうね、アインズなんよやっぱり。うん、もうアインズなんだよ。でさっきね、一回この動画外の試合で普通にね、なんかやってたんだよ。なんかなんて言うんだろう、まあプレイをしてたわけですよ。いやー、敵がルッチとアミスターとオミだったんですけど、いやー、キャラパワー最高だ、本当に最高だマジでね、もう何にも、もう何も考えなくていい。ただただカードを上に切ってで放置していくと敵が死ぬ、うん、そういったゲームやってる今。もうすごいいいですね、うん、ってな感じで、やりたいんでもう一回やりたいんで頼むよ。うん、入った、よろしくお願いします。さあね、苦しいですね。あ、ちなみになんか昨日の動画やってたんですよ。でちょっと後々になって気づいたっていうか気になったことがあって、2個目の動画だったかな確か。いや、アインズの動画、アインズがサムネの動画なんだけど、なんかね、サーティーンが動画、なんかなんていうの、サーティーンじゃねえわ、あの曲あるじゃん、なんか天使だと思ってたんだ、あれさ、なんか引っかかったんだよね、謎の判定下ったわっていう、ちょっと、そうだっけって、すごいビビってましたね、ということで、そんなのどうでもいいんだよ、はい、よろしくお願いします。味方が、空振とジョーカー、で、相手が今誰だった、まあ、気にするなってコメントないんですよ、僕今、ごめんね、いいよ、別に大丈夫、なんとかなるのかな、俺が全部剥がしてるから、うん、相手が誰、大丈夫だって、ほんと。え、どうした、とりあえずジョーカーは触ってほしいなって感じ。一陣じゃない、二陣ね、それ竹がずれてる。うわ、よし、だが取れる、オッケー、ならいい、なんかヤンキーだなちなみにすごいあれだけど、今俺が言いたいの、めちゃめちゃ言いたいのは、これ本来僕今もうこれやってるはずじゃないんですよ、このアインズ・ウールゴーンってキャラね、これね、やってるはずじゃないんですよ。何が言いたかっていうと、俺今日の0時にネコミヤ引きに行ったはずなのに出なかった。そら悲しい、本当危ない、これ無敵でかわせる、これかわせる、無敵でかわせる、 OK、 でこれはちょっと僕の方があれなんで、タレ取ります、近づいてタレ取ります、タレ取りの大きなんですけど帰ります、バイバイ帰らせて、やめてお願い、まあ、ナイス、オッケーまあとりあえずね、うまいことにはなってるかな。でシノンはね、とりあえずもう詰めた方がいい。あ、待って、それ大丈夫か、大丈夫だな、このシノン今使ったらすごいもったいないんで使いませんね、はい、さすがに。で、あ、それまずいな、どうしようかな、落ち際だけど、ほんで一発当てて、これでやれる、でこれはこれ切ってから、あー待って、そう切ろうとしたけどやめたわ、え、ちょっと切ってくれ、俺にないか、激アツアツに切ってくれたらもう勝ち確だった、完全に。今ちょっとアトスティガとかまずいかな、クーシーが一応、あ、まずい、クーシーが行く前に吐くけど、なにこれ、え、煽り、わかんない、ごめん、多分煽ってないんだろうけど、この子結構純粋だから煽ってないんだろうけど、でもこれ煽りに見えちゃうね。でこれで切って、で可能に誘発させるとか関係なしに、とりあえずここでもう入ったら勝ち確なんで OK、 はい、いや、アイズマジで楽やわ、ほんま、いやー素晴らしい、ナイス、めちゃめちゃ行くだね、ね、どっかの国の王子くんっていうか亡国の王子くん、そんな喋んなくていいよ、はい、とりあえずナイスです、お疲れ。中身は同じかな、あれ声優の中身同じ、ちょっと待って、N 声優 N ってね、ポケモンのキャラクターにいるんだよ、それちょっと気になって
それかもしれない。待って、ポケモンでアニメに出てたから同じかな。いや、神谷さんでしょ、中村雄一、石田明さんでしょ、緑川光さんで、ね、なんて違う、呼び方って忘れた、とりあえず松尾場でしょ、関係ない関係ない、関係ない、関係ない、え、あなたは待っていない、福山潤だから関係ない関係ない、あーあー、なるほど、まあ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 、まあ、そんなのいいんですよ、はい、フリーバトルということで、今名前と、こちらのキャラには何の関係性もないということでね、ありがとうございました、まあ、とりあえず次の2試合目行くけど、マジで他の話するからね、僕はね、本当に自由にコンパスやってるから、もうコンパスってだってコンパスの解説しながらもいいけど、正直だってなんかね、それぐらいはするやろみたいなことを前提でやってるから、そういうのダメかな。でも散々もう僕はアインズの動画ね、アインズしかやってない動画上げてるんで、しかもこの同じデッキでね、なのでちょっとマジで気になる人はもうちょっと前の動画だけ見ると、あの僕アインズねしっかり立ち回り行ってることがあるんで、そういっちの動画見てほしいかな、正直。なんでこれは近況報告ですね、はい。一番言いたいのはでもやっぱり猫宮が出なかったことに対する憤りです。おいマジでね、今大岡迷ってるんよ、今すんごい、味方がノークートとアトリクだったかな今で、相手がターニャと、なんだっけ、ブレドラと何が仕組んだろう、見てもらうと、あとピエとピエルレカサミアンリファキネティララララブリオだとドコナクターヒデオシマクシミリアンイオカロリヨルルのモッチモチマリオジュマルゲリギタウィルフレッドプニットプニアトスティ77歳ですね、はい、うるせー、これいよいよ、なんかすごい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 、やだな、これ次回避方法がないんで、僕はワープでなんとかするしかないんですけど、まずい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 、ナイスだけどそれまずいな、どうしよう、 C はいい C はいいで、これ引きます、これこの距離だと届きませんね、その子きついね、てかマジでこのさ、マジでこのおデブさん、マジでちょっときついよ今、あっち行くか、あっち行くね、ブレドラが射程がね、ブレドラの方が長いからちょっときついんだよね、で焼くでしょ、これやれるんだよ、これもやれるんだ、はい強すぎで、何がし君にどっか触ってほしい気持ちがあるんですけども、どうです、何がし君は、あでもなんとかなりそう、 OK じゃあ触るね、触ってターニャが来るけど倒り切っちゃっていい、これのことがあるんで、この後 HA で封印されてもって感じ、あやばい、それはまずいかもしれない、それはまずいかもしれない、え、てか待ってね、ブレドラ、ちょっと見てください僕の昨日の動画、ブレドラ編、もうあのね、なんでそんな火力なのってぐらいのダメージなんで、ちょっとまずいですねこれは、結構あのブレドラと、ブレドラじゃねえわ、何かし君ピエールと戯れてるようですけど、正直いらない、いやちょっとそれは無理だな、ノクトの HS もちょっとたまりそうにないな、どうしようかなこれ、相手の HS たまらせたくないけど、正直言うともう僕の HS が勝ち筋になるかって言われたら厳しいんで、このステージ、なのでちょっとできれば何がし君とかに貯めてほしい気持ちもあるんだけど、もう分断してるね、もうね、完全に分断してるね、もうで、ここでブレドラが触るじゃなくて、ブレドラが HS 吐くかなんかして、いやマジ何がし君がなんでそっちにずっといるのか分からない、取れないか、ちょっと何がし君が戯れすぎてるな、ちょっと変な戯れしてる、いやーこれはちょっとキャラパワーでもちょっと対処しきれないですね、ちょっとさすがに、いややれるんですけどこれね、あやれなかった、いやーちょっとひどいステージだとやっぱアインズね、まあね、その
強いんだけどもちろん通常刺さると。でもやっぱりあのここもそうだし、まあ、ここはねぶっちゃけ言うとコンテナとかあるから、あでもコンテナとかあるから逆にそうだ、うん、だから結構あと、ね、密集してるから、あでもそうだな、トントンぐらいだな、コンテナあるプラスね、密集してるって意味で、まあ、強さ的にはあのトントンくらいなんだけど、イレギュラーワールドとかジッパカとかってなるとやっぱり広い上にもうしっかり見られやすいから、ちょっとそういうとこだとやっぱ低耐久ヒーローもとい、低射程ガンナーとかちょっとやっぱりきついところありますね。あと足遅いヒーローとかっていうのはだからかなりきついんで、そこをうまいことスプリンターの方とかがちょっとサポートしてくださるととてもありがたいんですが、ちょっと厳しいかもしれないですね。はい、まあどうなんでしょうね実際ね。まあそんなことを言ってる暇あったらピエールのイカスピエールのフルネームを覚えろっていう言いたいけど正直そんななんかね変な知識持って楽しまないっていうか、なんかいろいろ言われて、ね、純粋にコンパス楽しめないとかゲーム楽しめないっていうよりかはやっぱりね、そのふざけてねこうやってなんかフルネームを覚えてたりとかすると逆に受けよかったりするんでね、はい、僕覚えてたんで受けよかったです、ありがとうございます。これリア友感でですけど、はいいやでもね、やっぱね、ちょっと、そのね、やっぱコンパスやるんだったら、今待って、でもそうだな、ランクによるな。でも待った、うん、この振り場だからやっぱいいってことがあるね。振り場の優しさはそこにあるわ。うん。てな感じで3試合目。最近推してる配信者の方いるから、その人から直接メッセージ来てちょっとハッピーで、生きるぜ、生きて司令官の元に帰る。ネットチームの皆さん準備はよろしいですか。よし、オッケー、よろしく。ということで味方がなんか何がしか多いな。これ何なら4試合目いくか。ちょっと何がしく、待って、敵見てなかったら大丈夫か。ポロ来てない、オッケー、了解。アミドアとかね、変な方もあるんで、こういうのはなんかアタッカーとかを見れたらいいんだよねってことで、何かしつつ強い、で、キツネ、桃鍋あるね。で、なぜだっけ、クーシーボイドとオカリンか。いやー、重いなー、ちょっとな。正直でもまあ、こっちは溜まりやすいから結構いいかもしれない。で、僕は、行きつつなんで、オカリン来るのか？オカリン来るんだ。正直ここで貯めていいな。でもこれ貯めるわ。ちょっと待って、このコンパスやりながらちゃんとコンパスやりながらもうこのあれを打ってるから、もうマジで片手で、ね、やっぱこうやって、そうアインズのいいところね、これね、ほんとマジで移動がこのワープメインだからすごいサボれる。よいしょ、終わったかもしれない、終わったかもしれない。え、待って、あれスタンド、あ、違うわ、スタンド、おいぼだって昨日。悲しい。だから何かしくんあれだ、4かだ、いいね、4かね、もう誰とんでも強いから。これね、切れてるけどだな、体型がもどい。ちょっと集中しよう、ちょっと試合に集中しよう。ちょっとダメだ、やばいわ、クーシーのワープにまんまとやられてる。でこれね、クーシーしっかり警戒しないとまずいから、強い。こここちらの番だ、マキシマイズのドラゴンライトニング。じゃあこれはね、これは一回ここ帰ってきて、ここでHS吐くんですよ。いやこれなんですよね、結構のいいところ。皆さんやりましょう、これすると敵手出なくなります。これさあ、いつ行こっかな、いつ行こっかな、誰に行こっかな、誰に行こっかな、誰に行こっかな。失敗した。やばい、失敗した。圧力かけただけだった。本当にそれだけだった。やばい。
ゴミやばいやばいやばい、本当にユンチプレイしてる、ごめん、ほんまごめん、ほんまごめん、やばい、ただただ足引っ張っただけだった、やばい、終わったわ。はい、ちょっと4試合目いか、さすがにこれちょっと4試合目いか、ちょっとあのお気持ち表明だけタイムラインにしてちょっと4試合目いくわ。ちょっとさすがにまずい、これはちょっとこれはねやばい、お気持ち表明するわ、ちょっと今ねちょっとしっかりやるわ、これねまずい、さすがに嘘だ、そんなはずじゃない、僕のいつものなんかなんて言うんだろう、このね、アイザ・ゴール・オブ・オール・ライフ・イズ・デスはこんなはずじゃないんだ、ちょっと待って、今の試合めっちゃ動画撮りながらドヤが解説してたと、HS 普通にがばってクソプさらした、ありがとうございました、ございました、味方さんごめんなさい、 OK、 よし、ありがとう。はい、ということで、全国にさらさせていただきます、ありがとうございます。いや、そう言ってもちょっと見る人いないかもしれないけど、ね、最近ねちょっとコンパスしっかりねこうやってしっかりやるわけではない、このなんていうんだろう、コンパスをねこうやってねバンバンバンって出してるわけだけど、そんなしっかりやってるわけじゃないけどね、これやっぱね、コンパスはね、いいっすね、とても。やり慣れたゲームであるっていうのもあるけど、やっぱりね、すごいとてもいいですわ。うん。はい。語彙力皆無だね。うん。とりあえずやりましょう。はい。4試合目ね。この試合は勝っていきたいですけど、さあ、ちょっと、どうしようかな、これ。これ、シノン以外だったら、勝てる。アインズ・アミスター。アミスター多くない？なんで？アミスターさ、そんな強い？って思うんだけど。さあ、アクセラと、パワーデンジは勝ちじゃないか、それは勝ち、あ、でもいやー待って、アミスターがきついかもな、それな、うん、とりあえず行くけど、アクセラデータには僕もう完全にドル系カラスまでうまいことやって、でぐちゃぐちゃにできるんでいいとして、デンジが何持ってるかだな、貫通1枚とかだといいんだけど、まあそうだな、うん、マジスク化のねゆららとかだとさっきみたいな感じでね、ウェポンが多いとちょっとめんどくさいところがあるんで、てか何ためないの、ためな、ため、ためよ、ためよ、ちょっとでもためよ、これ、あれと、これあれなのめんどくさいんだよね、このあれながら移動するのクソダルでちょっとやりたくないんですよね、僕は。出た出た、あ、来た、あ、僕も無理、これ前転切れます、見てたんだけどな、これ待って、こいつだけやりたい、やれなかった、ごめん、あ、でもナイス、でもそれは後付き駆られるね、まあしゃあない、ちょっとなんか通常くんちゃんと入ってくださいよ、はい、とりあえずデッキが分かったんでいいかな、まあとりあえずなんてアクセラが、まあ、一般的な感じで、デンジが、ショックウェーブと極イラ、オッケー、はい、超適当な覚え方します、飛ばすやつ、うざいやつとうざいやつ、オッケー、でこれカード吐かせなきゃいけないんだけど、オッケー、ドルケでかい、ドルケでか、ちょっと待って、前転やってくれ、こっちだな、こっちじゃない、これでこいつをやって、で無敵で私がタゲを取ると、でこの間にアミスターが取れるから、あ、取ってなかった、待ってください、これね通常入れつつこれやるのは完璧、はい、完璧です、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと島なんだ、本当に島なんのよ僕って、マジで、てかなんで途中から来てんだ、こっち、あ、ミスターは HS 溜まるのか、あ、ナイス強い、さあミスターの HS が溜まらない、ギリギリで、オッケー、あ、です、あ、キャノパワー、キャノパワーが最強するの、ありがとう、
で、アミスターじゃなくて、あっちは、オミが言ってくれるので大丈夫と。で、じゃあなるほど、OK。 いやー、ちょっとこれはキャラパワーと HS しっかり決まったのが良かったね。あそこでちょっとデンジに追いかけられてたらかなりきつかったけどね、あそこね、味方がちょっと牽制してくれた気がしたんで、まあ、とりあえずはうまくいったんで良かったです。はい、ということで終わり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。はい、それじゃあまた。サムネが何になってるか分かりませんが、僕はアインズ普段はこんな感じなんで安心してください。バトルであったら、共闘だったら、よろしくお願いします。こんな感じでなんかいろいろ言いながらやってるかもしれないけど、まあ、まあ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 って感じでやるんでよろしくお願いします。じゃあ、また今度、売り場なんでね、またセーフ。